んにちは、かよです。今回はこんな感じのメイク記録をしてみました。最近ね、使ってなかったこのがっつりピンクのマスカラをね、しっかりと使ってメイクしてみました。普段ちょっと最近はしてなかったこの目の下にチークを入れるやり方でメイクしたので、結構いつもとまた違うメイクになったんじゃないかなと思います。よかったら最後まで見ててください。どうぞ。はい、じゃあ今日もメイクしていきたいと思います。なんかここね、今日の朝ね、触ってたらすごい赤くなっちゃった。今日は下地っていうか化粧水とかも終わってるので、下地からやっていきます。ローラメルシエ下地使います。今日ね、さっきから断捨離しててすごいね、片付けてたんですよ。見つけてみて、足元に転がる宇宙。結構春服もね、いろいろ買ったりとか、あと買うっていうか、結構去年とか一昨年のものもね、整理したら結構あって、そういうのもね、紹介しようかなと思ってます。したらエスプアの、SPF50 のやつ使います。あ、エスプアじゃない、これいつもエスプアって言っちゃう、アイオペのやつですね。この前使ってる時も言ってた、編集でカットしたんですけど、もう突っ込むのもめんどくさくて間違いすぎててSPF50 入ってるから、これすごい1個で助かります。結構さ、あんまり見えないかもしれないけど、私そばかすもあるんですよね。なんかニキビの方が目立ってるからあんまり気づかれないんですけど、割とそばかすも多分できやすいタイプなんだと思うから、なんか気をつけなきゃ、将来シミが結構できやすいかもしれないですね。結構でも毎日メイク してるから焼けづらいかなとか思ってるんですけど、全然昔からのあれなんですかね、このそばかすは。まあそんな、そのそばかすありますってこう分かるほどではなくて、まあよくよく見たらってぐらいなので、特徴になるほどのそばかすではないんですけど、さりげなくあります。でも若い頃はさ、そばかすとかってすごい可愛いけどさ、なんかね、ちょっと立ってくると可愛いだけじゃ済まされなくなってくるというか、そうだから今のうちにとは思うんですけどね、もうできてるから今のうちにも何もないですよでもなんか結構そばかすメイクとかもそうだけど、流行ってる感じもしますけどね。そばかすどうなんだろう、そばかすメイク似合いそうっていうコメントを前いただいたことがあったな。そういえば結構その欠点を自分の特徴にして生かして可愛くメイクするっていうのは大事ですよね。まあ人間ないものねだりじゃないですか。絶対完璧な子とかいないのに、あ、この子みたいにこうなりたい、あの子みたいにああなりたいって結構思いがちですよね。なんかでもあれですね、箱を整理して箱がなくなったから何も使うものがないちょっとクリオのね、コンシーラー使います。クマが気になるので、こんな感じで、で、このちっちゃいニキビ、ちっちゃいのが大きいのかあれ謎ですけど、とか、あとここね、これ意外となんか収束した。トントントンとやります。なんか春だから、結構春だからなのかな、それとも違うメイクがしたい気分なのかわかんないけど、すごいなんかいつもと違うメイク使用欲がありますね。眉毛描いていこう。眉毛このセザンヌで描いていきます。アイブロウ繰り出し。結構このアイオペのクッションツヤが綺麗ですよね。お気に入りな感じで平らにストレートに、もう本当に今の気分転換ってメイクな気がする。メイクを家でするって本当に楽しいです。なんか別に外に出なくても身だしなみをね、整えるだけで結構気分が変わるっていうか。はい、こんな感じで描いて、眉マスカラでこの黒い部分を茶色にします。シェーディング久しぶりにセザンヌにします。なんかセザンヌのシェーディング2つ持ってて、両方とも中途半端に使ってミックスカラーチークの20番、これプチプラのシェーディングだったらこれが一番いいかもって思います。安いしね、たくさん使えて、なん
んか粉もしっとりしてるし、すごいいいです。粉にもふんわりのせちゃいます。リップクリームナーズのアフターグロリップバームの3424番。もうさっきからねグロス塗ってたんですね。グロスっていうかリップオイル塗ってたんですけど、今日はチーク、キャンメイクのグローフルールチークスの10番。これすごい可愛い色ですよね。ちょっと秋カラーっぽいんですけど、私は好きですね。ここら辺のブラウン系をメインにちょんちょんちょんって3色ぐらい混ぜて撮って、こんな感じで今日は目の下に入れていこう。ちょっと下までぼかしてって感じですね。はい、久しぶりにこの入れ方した。したら上からオーガズムのチーク、このミニタイプのこの前紹介したやつですね。結構お揃いで買いましたって言ってくださった方多くて嬉しかったんですけど、これをこの中央部分に追加でツヤ感を足してあげます。はい、こんな感じ。オーガズムを目の上にものせます。目の下も中央に置いてサイドにぼかすっていう感じ。したらケイトのデザイニングアイブロー 3D の真ん中のカラー、ちょっと黄みのあるブラウンカラーを目のこの彫りの部分に入れてきます。ちょっといつもと違う感じでアップにするとこんな感じです。この部分に入れました、グラデーションに。はい、中央の部分にこちらお気に入りのズーシーですねのこの黄色オレンジっぽいラメなんですけど、ほぼこの色を乗っけてあげて目の下にも乗っけます。アディクションのザアイシャドウ094番のね、すっごい可愛いメタリックっぽい、ちょっとラズベリーっぽい色かなを使っていきます。目の下は同じ色入れちゃうと結構ね囲みで濃くなっちゃうので、さっき使ったチーク、グロフロロチークスの10番のこのねちょっと渋い赤茶っぽい色とこの色の横の下の2段を目の際に入れていきます。さっきチークに塗ったんですけど、そんな感じでね目の下にちょっと血色を足します。広めに足してそのままチークになってくみたいな気持ち。したらこちらビューラーを使っていきます。なんか今日あんまり何も話してない気がする。なんかないかな。なんかやっぱ自粛期間中だとあんまり新しいニュースみたいな自分の中のあれがないんですよね。なんかいつもメイクしてあとアニメ見てとか今鬼滅の刃を2週目見てますね、謎にでもなんか1回全部見たんだけど2回目見ると、ああそういえばこんな修行してたんだとか全然覚えてなくて、逆に1回目よりもすごいなんか楽しいです。なんか1回目はどういうことこれみたいな、どういうなんか意味とか結構なんか理解することに必死でだった気がする。2回目はねなんとなくわかるからより集中しながら楽しく見れてますね。マスカラがない、ちょっとマスカラ持ってきます。間違えた、マスカラ持ってきてた、一番初めに忘れてた、もうやこれを今日はメインにしようと思ったから囲みメイクっていうかピンクメイクにして優しげにしてたんですよ。ということでこちらミルクチュールの6番を使います。これ前から持ってたんですけどあんまり使ってなくて、ピンクのねなんかね不思議な色なんですよ。ピンクのマスカラの中に
なんか紫ラメっぽいのがうわーって入っててすごい可愛いんですよ。これをね使います。このさ黄色のラメの感じとピンクっぽい感じがすごい合って可愛いんですよね。なんかね全部が真っピンクになるわけじゃない感じがしますね。上下このピンク使うの初めて。はい、こんな感じ。かわいい、いいですねこのピンク。すっごい派手かなって思うと思うんですけど普通にね馴染みます、全然平気で。なんか今まで私黒とか茶色のマスカラを塗った後に上から重ねてたんですけど、そっちの方がねすごい色がつくんですよね。でもさりげなく使いたいんだったらもしかしたらねそのまま一色塗りでこれだけの方が馴染むかもしれないですね。はい、遠くから見るとこんな感じになってます。なんか春っぽくて素敵。ハイライトはでも今日ツヤ肌だからなしでもいいかな、なんとなく。今日ねパウダーものっけてないのでちょっとツヤ肌めな感じでこのままでもいいかなと思います。ちょっとやっぱヌーディーな感じにしたいのでこちらの202番、ジョージオアルマーニ、アルマーニのリップですね。これ大好きな色、こんな感じのヌーディーカラーです。どう？ちょっと落ち着きすぎ急に。でこれ塗ってちょっとポンポンポンって押さえます。で押さえたら上から重ねるようにヒンスのこれもねこんな感じのダークなカラーなんですけどフレアっていう色、これねすごい好きなんですよ。ちょっと赤みのあるブラウンって感じかな。いいですねこれぐらいで。そしたらこちら、リップマキシマイザーの016番こちらを塗って OK。 はい、こんな感じで今日のメイクが完成です。イエーイ。今日はコスメをね断捨離したり整理してて、あこれ久しぶりに使いたいなとかそういう感じの久しぶりのものをね掘り出してきてちょっとメイクしたつもりです。まあ、掘り出してきたっていうかこのねマスカラを全然ね最近使ってないなと思って。そうでもすごいやっぱり可愛いですよね。結構このイヴ・サンローランのビニールクチュールのマスカラはすごい伸びるとかすごいボリューム出るとか正直どっちでもないみたいな感じなんですけど、色がすごくね個性的でバキッと見えるけど実は使いやすいみたいなこう絶妙なラインをね出してくれているのですごいね好きなこのなんていうんですかマスカラの一つですね。ということでまた髪の毛とか洋服はね着替えてるんですけどアクセサリーとかつけてまた戻ってきたいと思います。じゃあねー。はい、戻ってきました。これで今日のメイクが完成です。イエーイ。今日は結構ね目の下をがっつりなんだろうチークとかで赤っぽくしたりとかして結構可愛らしいけど特徴的みたいなメイクにしたので髪の毛は大人っぽい方がいいかなと思ってちょっとオールバック風じゃないですけどこう前髪をなしにして後ろで簡単に留めました。前から見ると意外とそんなに主張ないかもしれないんですけど横が分かるこの感じこの感じこの感じ結構さ個性的じゃないですか。でも前から見るとあらカラーマスカラ使ってるねぐらいな感じでっていうねやつですね。リップは最近一色だけでガッツリ塗って仕上げるのも好きだけどでもこうグロスとかでツヤ感を出してニュアンスっぽく何色か重ねて作るのにハマっててヌーディーリップと合わせてとかちょっとまあポイントにブラウンを足したんですけどこういう色味が最近の推しカラーでございます。はい、ということで今回はこんな感じのメイク記録でした。今回もご視聴ありがとうございます。この動画がいいなと思ってくださいましたらチャンネル登録と高評価とコメントぜひぜひお待ちしております。またインスタグラムやツイッターもやってるのでよかったら遊びに来てください。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。